スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はスタディオオリンピコです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。セリエ A のこの一戦、ラツィオがインテルと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。インモービレに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか。やはりゴールシーンですね。今シーズンは調子が良さそうですので、この試合でも痺れるようなシュートを決めてくれるでしょう。こちらがラツィオの先発メンバーです。今日の陣形は再び流行の兆しが見える一般的な 3-5-2 です。守備と攻撃の切り替えがポイントですね。こちらがインテルの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 ですね。守備的になることも攻撃的になることもあります。さあ前半開始、ラツィオのキックオフです。インモービレ、ここからどうするのか。これはシュートミスでしょうか。順位表を見ると随分勝ち点の差が開きました。このまま行くとあっさり優勝が決まりそうですね。追いかけるチームの調子が安定しませんね。優勝争いを盛り上げてほしいんですが、今シーズンはここはよくスペースが見えていました。よく止めましたがボールはこぼれています。キーパーが止めました。続けてセーブしています。乗ってますね。かなり調子が上がってきてるようです。インモービレに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか。3試合で4得点は見事ですね。さらにゴールを加えたいでしょうね。それにしても凄まじいブーイングです。はい、しかし物ともしませんね。メンタルが強いんでしょう。ボールを奪われません。ここは中央の選手にクロス。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。チーロインモービレ、チャンスにできるか。飛びついて止めました。エリア内へ向かうか。このボールはクリア。クリアボールは再び相手に渡っています。ルーカス・レイバー、アレハンドロ・サンチェス、インテルがボールを失いました。前が空いている。まずいですよ。近く止めた。ハンダノビッチが目の前からのシュートに超反応を見せました。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーで
ファールがあったようですね。ボールはゴール前へ。ボールをはっきりクリアしたい。クロスをディフェンスがブロック。マルセロ・ブロゾビッチ。ビルフレッド・ザハ。インモービレ、相手ボールになりました。ビルフレッド・ザハ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ゴディン、しっかり見えています。副審の旗が上がっています。これは残念。マルセロ・ブロゾビッチ。ビルフレッド・ザハ。フリーキックです。インテルです。ペナルティーエリアにボールを入れてくるでしょうね。キーパーボールをキャッチします。ここまでお互いに攻めあぐねているといった印象でしょうか。シュートに持ち込めるようなシーンがほとんど見られません。スペースに出しましたがキーパーがいました。ロドリコ・デパウル。チーロ・インモービレ。ルイス・アルベルト。チーロ・インモービレ。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。インテルパスをつなぐ。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。この選手ですが前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。怖っ。後半戦が始まりました。ここスタディオオリンピコでは席を立っていた観客が席に戻り始めています。マルセロ・ブロゾビッチ、うまく読んだインターセプト。チーロ・インモービレ、見事なスルーパス。抜けた。攻撃を断ち切れていない。決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。最後はかなり近いところから押し込みました。あそこまでボールを持ち込まれたらどうしようもありません。ああ、監督は怒ってますね。相手に勝ち越され頭に来ているようです。下がっています。カウンター狙いでしょうか。ラツィオ選手交代です。先制点は後半に生まれました。ルーカス・レイバ。ロドリコ・デパウル。チャンスにできるか。
内側に切り込みます。ルーカス・レイバパスを返します。ここはボールを奪取しました。ここはゴディンのクリア。中央へクロスが渡る。ちょっとクリアが小さいか。どこまでドリブルするのでしょうか。ブロックに当たる。ここはインター危険なスルーパスでしたがキーパーが好判断。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。マンチェスターシティが新しい選手を獲得すると噂になっていましたがやっと確定したようですね。はい、興奮しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。あっとボールを奪われます。マルセロ・ブロゾビッチ。これはまずいパスでした。相手に渡ります。インモービレ、インモービレ、キーパーのダイビングセーブ。これはすごい。いやーファインプレーですね。インテルは一度に2人投入するようです。コーナーキックが入ります。クリアが小さい。スピードのないシュートでした。マッテオ・ポリターノ、ルカク、ルカクがスルーパスを出しました。まだボールは生きています。ルカクへ、うまく読んだインターセプト。うまく組み立ててビッグチャンスにしたい。インテルのスローインです。ラッツィオに選手の交代があるようです。ガブリエル・ジェスス、ひとまず前に出しました。チーロ・インモービル、ベリシャ、サイドにスペースがあります。このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたがタイミングがうまく合わなかったようですね。ルーカス・レイバ、ルイス・アルベルト。ここでボールはインテルに。見事なスルーパス。いい感じで攻めていましたが残念。ビトロ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。セムアはジェズス。試合は間もなく終了します。これが1点を追うインテルのラストプレーになるでしょうか。ルイス・アルベルト、チーロ・インモービル。ここはドリブルに入ります。チーロ・インモービル、通ればチャンスといったところで笛が鳴ってタイムアップ。試合が終了しました。福西さん、今日のゲームですが結果はさておきどちらのチームも今後に向けて価値のある試合になったと言ってもいいでしょうか。はい、そうですね。勝った方も負けた方も何が通用して何が通用しなかったか、そういう部分を感じ取れたと思うんですよね。あとはそれをどう修正してくるかだと思います。